2、えー、ちゃんで起きた怖い話で幽霊だけど何か質問あるというスレがあります。節穴さんでもホストでもなく IP アドレスが表示され、かっこホストがないピンコバンドでサーバーが正常に稼働しているか調べてのリクエストタイムアウトと表示されるという結果で、本物の幽霊であるということになっているようです。創設者の猪木さんのあのスレはどのように書き込みされたのか真相分かりますかえっと、まあ、それ自体は見てないんですけど、ただあの節穴さんの場合って、あのパールであのリクエスト URI? っていう関数で、あのホストを逆引きしているので、あの逆引きホストのところで嘘ついちゃえばいいんですよね。なので、例えば僕がそのあのある程度そのデータセンターの権限がある。あのまあ、あのサーバー管理者だとしてで、そのじゃあこの ip アドレスのあのホスト名を教えてください。っていう時に、その2チャンネルのサーバーから問い合わせした時にこういう嘘をつくっていう設定はできるんですよ。 でそれやられちゃうと、まあ、その嘘の通りのものをほなリモートホストとして返すことになるのでなのでそれは可能なんじゃないかなと思いますけどただあのバレるとめっちゃ怒られるかもしれないですけどね。